で今日のプログラムですけれども、えー、この後ですね、えー、と福島あ、失礼しました、竹林社の青木さんの方から、福井市汚染水処理問題、今大きな問題になっているこの問題について、えー、と短く10分になりますけれども、先にお話をさせていただきます。でその後、今日のメインの講演であります、福島復興の黒いや暗い闇ということで、えー、先ほどご紹介しました和田中子さんの方からお話をいただきます。 少したっぷりですね、1時間10分、さらにもう少し長くなるかもしれませんけれども、たっぷりお話を伺いたいと思います。その後、少し休憩挟みまして、9時からだいたい30分ぐらいを目処に、質疑、それから懇談の時間にしたいと思います。今日はあの北海道から九州まで、えー、70人を超えるお申し込みがあります。今のところまだ40人弱ですけれども、多くの方にあのお申し込みをいただいております。 えー、市民活動をされている方、あと研究者の方、いろいろな方があのこの問題に関心をお寄せいただき、ご参加いただいております。本当にです、ね、あの真実を伝えないメディアによって、世論がこんなふうに作られていってしまうんだという、そういうあの、まあ、恐怖と言っていいぐらいあの恐ろしいかあの感じを私は受けてててておりますで。本当に真実をを伝えいいいいいいくととととうことをしていかないといけなけ改めて思っております。 今日はそうした場になればと思っております。ぜひよろしくお願いいたします。それでは、えっ、ー、と、青木さんの方からお話ししていただきたいと思います。じゃあ、青木さんよろしくお願いいたします。はい。えっ、ー、と、皆さん、こんばんは。ご参加いただきまして、ありがとうございます。えっ、ー、と、ちょっと画面共有いたしますね。えっ、ー、とですね。 それで今日の,あのお話は、基本的に8月下旬にあの竹林社ニュースを発行しまして、えー、それの中身をあのもう少し丁寧にお話しするという形になってますので、先ほどチャットにあの、えー、竹林社ニュースの,の PDF 版を貼り付けましたので、えー、見たい方はチャ,ットチャットのところを開いていただければダウンロードできると思います。 私のほうの話はですね、えーとまあ、汚染水、えー、処理の問題でですねあの、まああの、この記事自体はですねあの、汚染水が放出される以前の問題、以前に書いたものですから、若干あのタイミング的には遅れてしまっているところがあるんですけれども、中身としてはあの基本的には主張は変わらないと思っています。 で、まあ、皆さんすでにご存知のようにですね、政府は、えー、IAEA、e、ですね、国際原子力機関が国際的な安全基準に合致しているという、そういう報告書を根拠に、まあ、あの、廃炉と福,あ福島の復興に不可欠だということでですね、汚染水排出を強行してしまったわけです。あの、事業者のですね、漁業県、漁業組合の、あの、文書での約束も 理,あの理解なしには処分しないという約束もや一方的に破るような形で、まあ、やってしまったや、やられてしまったという状況です。でところが、ですねあのまず言いたいのは、ですね、えー、IAEA、e、の報告書なんですけれども、これ、英文で出てますが、これを訳してみると、ですねあの汚染水の放出を、 IAEA、e、自身が正当化していないということが明記されてるんですね。それで推奨,推奨も指示もしていない。汚染水の放出を推奨も指示もしていないということが書かれているんです。で、多くのメディアが知っているのか知らないのかわからないんですけど、このことについて全く報じないわけですね。で、ちょっとその部分を紹介しますけれども、これは冒頭の部分です。 処理水をどのように扱うか、またその決定がどのように正当化されるかを決定する最終決定権は日本政府にあると。でアルプス処理水の管理方法の最終的な選択の正当性は、多くの利害関係者にとって極めて重要であり、日本政府から明確な説明がなされるべきものであると。こう書いてあるわけです。でそれから本文の最後にはですね、 えー、処理水の放出は日本政府による国家的決定であり、この報告書はその方針を推奨するものでも、支持するものでもないことを強調しておきたい、このことまで書かれているわけですね。で、この正当化っていう言葉はですね、特別な意味がありまして、これはあのー、ご存じの方も多いかもしれませんが、ICRP という国際放射線防護委員会で、 放射線防護の三原則というのが定められています。ここに書きましたけれども、一番として行為の正当化というのが出てくるわけですね。それから防護の最適化及び個人の戦力限度とこの三つがあの三原則として謳たわれているわけです。で、そのうちの正当化ということが今問題になっているわけですね。で、これはどういうことかというと、放射線被曝を伴ういかなる行為もその導入が 正味でプラスの便益を生まなければならないと、生むということが必要だということが行為の正当化ということの意味になるわけです。えー、ちょっと分かりにくいですけど、例えて言うと、ですね例えばレントゲン検査 X 検、X 線検査でも被曝しますけれども、その個人にとって、ですね例えばがんの早期発見だったり、骨折の,あの早期修復だったり、そういう便益液と、 エックス線被曝による害があの比べてですね、被曝の害よりもその個人にとってメリットが大きい場合、個人がそう判断する場合、そのレントゲン検査、エックス線検査はまあ正当化されるということなわけです。そういう意味の,あの特別な意味を、この正当化ということは持ってるわけですね。で、とでそれを IAEA は、 あの正当化は日本政府が責任を持って説明すべきものだというふうに、えー、言っているわけです。それでですね、ちょっと話が飛び、あのー、ますけれども、そもそもです、ねあのー、トリチウム水、放出処理水がトリチウムが主体であって、トリチウム水と最初呼んでたわけですね。ここれがが実は大変な嘘であるとということが、あのー ほとんど認識されてないと言ってもいいかもしれません。で、まずトリチウム自身が問題で、1つは β 線という弱い放射線だから害は少ないと、それから2番目に福島第一原発だけでなくて、一般の原発とか、特にあの核燃料の再処理工場ですね、ここからはるかにトリチウムのが放出されていて、実績があるんだということが宣伝されてるわけですね。 でまあ、この一番の,あの問題弱い、ベータ線という弱い放射線ということに対してはです、ねあの、内部被曝特に細胞の中にそのトリチウムが入り込んで,です、ねえー体、体を構成するあの分子っていうかな、そこの原子じゃないですね、分子の一部になってしまう有機結合型トリチウムというのがありますけど、こういう問題だとか、 それから、生物濃縮の問題とととといいいううここがが過小評価されているということがありますそれからですねそれはそうなんですけど、さらに問題なのは、ですね2番に関する嘘なんです。でどういうことかというとあ、まああの、原発とか再処理工場から大量のトリチウム汚染水が放出されているというのはその通りなんですけれども、福一が言っているトリチウム水とは全く違うということですね。 つまりあの、正常な故障、事故を起こしてないところから処理しきれない、えー、トリチウムが出てるわけです。ところが、福島原発の汚染水はこれとは本質的に異なるということですね。えー、メルトダウンした核燃料を冷却するためにあの水をかけてるわけですけれども、その水、つまり、核燃ドロドロに溶けた核燃料を冷やす。 ために使われた、えー、水ですから、直接核燃料に触れてるわけですね。したがって、ですね、あのー、最初はあのー、東電経産省、この汚染水、トリチウム水と呼んでたんですけれども、共同通信などのスクープで、実はそうじゃなくて、ヨウ素129とか、ストロンチウム90とか、えー、炭素14、ここに書かなかったですけれども、そういう各種も基準を超えてたくさん含まれている。 さまざまな各種がたくさん含まれているということが明らかにされました。で、2022年の発表ではですね、現在タンクにた、えー、まっている水の約7割でトルチウム以外の62の放射性各種の濃度の合計が排出基準を上回っていると。で、最大では2万倍程度の汚染水であるということが明らかになっているんですね。えー、ところが今日、日あの午後1日か。 あの国会でも閉会中審査が行われてましたけど、処理水、処理水ってみんなあの言ってるんですね、汚染水って言ってるのは共産党の議員ぐらいですね、でしかもトリチウムのことしか言ってないという、あの非常に問題があるなと思ってます。そそそれれででのの IAEA が文章を出したっていうわけですけすどもそのタスクを 文書を作,った作る段階で検討したタスクフォースの内部からも批判が出ているわけです。えー、中国のこの、えー、ちょっと読めない、劉晋林さんという方ですかね、えー。報告書はグロッシー事務局長の名前で出されたものだと。で、事務局が草案について、いあのタスクフォースの専門家に意見を求めたんだけど、 非常に限られてたと。で、専門家の意見は参考にすぎず、それを採用するかどうかは事務,事務局が決定したということで、えー、フィードバックを受けた、事務局がフィードバックを受けた後再び議論して合意を図ることもなくて、報告書の発表を急いだということで、あのちゃんと IAEA、e、のタスクコースの中であの決められたというよりは、 あのグロッシー委員長ですか、があの事務局長かが強引に発表を急いだということが指摘されています。で、最初にお話しした正当化の問題なんですけれども、あの政府はですね、会、えー、 廃炉と福島復興に不可欠だと、アルプスの処理水の放出が廃炉と福島復興に不可欠だというわけですけれども、実はよく考えると、これ、何も論理的でも何でもないわけですね。で、あのそもそもこの文言って、あの4月の G7 の環境省会合で、えー、人や環境にいかなる害も、 及ばさないことが廃炉、えー、と福島復興に不可欠というあの英文でとして表明されたわけですけど、経産省がページ上で公開した日本語訳、これ、仮訳となってるんですけれども、アルプス処理水の放出が廃炉と福島復興に不可欠という、全く異なる趣旨に改ざんされてるという問題。これあの えー、今日も参加されてますけど、ヌクシタンさんたちのグループが指摘したわけですけれども、<え>それをそのままずっと踏襲しているということがあるわけですね。で、えー、ドイツの4月の環境大臣会合では、ドイツの環境大臣が、世界のどこにおいてもいかなる方法によろうとも汚染水の放出を歓迎できないという反対意見をきっちり出しているわけですね。 で,ですからコミュニケーはそれが反映せざるを得なかったんだけど、日本語ではです、ね、全く違う意味に、堂々と、語訳を堂々とそのまま垂れ流して、あのマスメディアもそれをそのまま真に受けて流してる、知っていてあて、そのまま語訳を流してるのかどうか分かりませんけれども、まあ、そういう状況があるわけですね。 それとあの、日本政府は海洋放出ありきでタナ案をまともに,ここに検討していないという問題があります。であの発生するネブリ燃料デブリの保管場所にするためにタンクを減らす必要があると言っているわけですけれども、えー、廃炉完了予定の30年から40年以内をメガスとしていると言っているんですけれども。 えー、果たしてデブリが30年、40年で取り出せるかというと、まあ、ほぼ不可能だと。そのだから、非常にこれ、あの根拠レスな期間、えー、設定なわけですね。それで、えー、っとあの、2020年のタスクホースではですね、 5、えー、案を検討したわけですけれども、海洋放出が一番安いと、34億円と言って、処理期間91ヶ月となってるわけですけれども、その後の東電の計画では設備費が437億円で、期間も35年とな長くなってるんですね。だから全然、比較の時の条件とも,もうすでに違ってるわけですよね。それなのに、堂々とそれを見直さないで、強引に進めてると。 さらにですね、この5案の中にはですね、あの原子力市民委員会の,あのプラント技術者たちが提案しているモルタル交換とか、大型タンクによる長期保管案な,などもあるんですが、それすらあの対、比較対象にすら入れられてないという、そういう問題があるということです。えー、時間がもう落ちてきましたので、ちょっと最後は、りかり、 スキップしますけれども、今、それで大変な問題が実は起こってるわけですね、中国があの海洋海産物の輸入を禁止するというようなことを言ってるわけですけれども、それをですねな何かの当然のことだと私は思うんですけれども、それをですね何か中国が非常に国内矛盾を外,外,外に向けさせるために、外交カードとしてやってるんだっていうようなね。 そんな宣伝までなされてるわけですね。で、こんなあのツイッターが流れたの、皆さんご存知の方も多いかもしれません。えー、桜井義久はですね、産経新聞に出た広告のようですけど、日本の魚を食べて中国に勝とうということでですね、何をあの言いたいのか何、何なんだろうという、全くその、 えー、中国バッシングというか、反中賢中に乗っかった形でですね、食わないやつがおかしいんだという、そういう論理に今なってきてるという、非常に奇妙な状態になっているというのが現実です。で、ただ最後に言いたいのはですね、これで、あのー、放出されたから終わりじゃなくて、今はもずっと放出を続けてるわけですね。で、少なくとも35年間続くわけです。ですから、 まあそれにつあの反対の声を上げ続ける、えー、いろんな形でそれを止めさせる行動を続けるということ、でそれは汚染水だけでなくて、えー、さまざまなあのこの放射能ごみ焼却、あるいはですね、えー、あの汚染土ですね、除去土壌と言ってますけれど汚染土の再利用をどうも本格的に。 やろうとして今環境省はですねいろんなキャンペーンを繰り広げてますですからそういうもの一つ一つをですね抵抗してあのーうん、まあ宣伝してですね運動を組織して反対の声を上げ続けるのが必要ではないかと考えていますすいません長くなりました以上ですはい青木さんありがとうございましたあの改めて本当にひどい時代になってきたなと思います、うん まあ、この時代を変えていくには、まあ、真実を伝えていくということにしかないと思いますので、あの、ぜひですね、この竹林社のこの記事を、まあ、ダウンロードしていただいて、どうなんだろう新聞ではこんなこと言ってるし、やっぱり中国がおかしいのかなと思ってるような人にですね、ぜひここに、あの、これも読んでくださいという形で、あの、広げていっていただきたいなと思います。ぜひよろしくお願いいたします。はい。それでは、えっ、ー、と、和田中子さんの方から、福島復興の深い闇。うん のお話をいただきたいと思います。和田さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。画面共有させていただきます。えー、っと、はい。えー、っと、本日は、あの、貴重な機会をいただきまして、ありがとうございます、えー。早速、あの、始めさせていただきます。えー、っと、えー、っと、えっと、うん あ下の方のね、あねはい、下の方の,あのスライドショーのボタンがあるから、それを使った方がいいです。あ、大丈夫です。はい。なんか黒いところが出ちゃってるな、ね。大丈夫ですかね。はい、はい、はい。はい、えっと、今の、えー、お話いただきましたようにですね、あのまあえー、と汚染土が、まあ、再,再利用されようとしているんですけれども、その 前にですね、もうすでにその放射能汚染ゴミがどれだけそのデタラメに処理されているかっていうことについて、あの簡単にあの触れたいと思います。えー、ちょっとこれ古い資料なんですけれども、まずあの、この避難指示区域の中と外で、あの、大きくですね、この、えー、区分があの、分かれているということが、あの、まず第一にあの、あります。 この避難指示区域の中が、その国の責任で処理をするということで、汚染廃棄物対策地域という名前がついてまして、その中であの扱うものは対策地域内廃棄物という名前がついているんですね。で、あの事業系ごみはまあ除外されているんですけれども、で、あの同じようにまあ汚染はされているんですけれども、あの、ここから避難指示区域の外は通常の えー、通り、まあ、市町村の責任で処理をするということになっています。えー、ですので、まあ、国の処理責任の範囲が極めても限定的に、まあ、最初からあのされているということです。で、えー、っとこの、この対策地域内廃棄物の、まあ、あの、 え、ゴミの処理がどうなっているか、え、国の責任で処理をするということがですね、どのような形で行われているかというのがですね、えー、こちら仮置き場なんですけれども、ご覧いただいて、あの、お分かりのように、えー、この木くず、そして金属くず、コンクリートくずというように、あの、きっちりと、あの、分別して置かれています。混ぜればゴミ、分ければ資源ということでですね、あの、7割がもう再利用に、 あの、すでに回されているということなんですね。で、こちらは、あの、地元の産業廃棄物業者にもう丸投げの形で、えー、処理を委託しています。で、その中でも、この金属屑というのは、あの、売却されているんですね。えー、汚染されていても、あの、引く手があるということで、えー、売却。で、それ以外のものは、ま、木くずについては、あの、再生利用ということで、まあ、バイオマス燃料になっていると。コンクリート屑は、路盤材などに、まあ、再加工されて、リサイクルされていると。 いう形になります。で、去年、あの、なんですけれども、浪江町の、あの、焼却炉のすぐ隣にあるか仮置き場、去年の段階でもこのように、あの、山積みになっている状態で、えー、まあ、建物ですね、あの、建物の解体廃棄物だと思いますけれども、このように、あの、きっちりきっちりと分別して置かれていると、えー、いうことになります。で、 えっと、放射性物質汚染対象特措法で、あの、定められている、まあ、自己由来廃棄物とも言うんですけれども、いろんな名前がついていて、ちょっとごちゃごちゃしてしまうんですけれども、大雑把にこう、分けて、あの、可燃物ですね、稲藁とか堆肥とか農業系のもの、そして除染廃棄物のうち、可燃物、えー、草木類ですね、えー、そういったものはすべて、あの、 対策地域の中では、あの、仮設焼却炉で燃やすということになっています。燃やして原用化する、灰の状態にする。で、それ以外のものについては、すべて、まあ、再生利用が条件になっているんですね。え、汚染土と、それから、まあ、えっ、ー、と、コンクリート、えー、それから木くずですね。まあ、こんな、このような形になっております。で、これが、あの、処理実績で、えー、一番最新のものなんですけれども、7月の実績ですけれども、 このような実績になっています。ほとんどがもう再生利用に、えー、供されているというのが、あの、毎月のこれ、あの、データが、えー、ホームページで見られます。対策地域内の災害廃棄物等の搬入数量ですね。で、こちらの方は、あの、国立環境圏の大迫さ,さんの資料なんですけれども、あの、除染学会のおとのあの資料から、 ちょっと見つけたんですけれども、ちょっとこう分かりやすく整理されているんですけれども、この先ほどの避難指示区域内の対策地域内廃棄物、えー、ですね。それと、えー、指定廃棄物。これは、あのーえー、避難指示区域外のその市町村の責任で処理をされるところから、えー、8000ベクレルを超えるものについて、まあ環境省に、あのー、 えー、処理を委託するというか、申請して、あの、引き取ってもらう。えー、任意の制度なんですね。えー、ですので、8000ベクレルを超えて、まあ、国に処理を申請して、それが指定されたものにつき、あの、指定廃棄物となるわけですけれども、これを合わせて、まあ、特定廃棄物といって、まあ、これを国の処理と、えー、言っているわけです。で、これが、あの、基準が、あの、1キロ当たり8000ベクレルになってまして、 えー、ここに集中処理って書いてあるんですね。これちょっと何のことかなと思ったんですけれども、これからのこの8000ベクレル以下のものについては、市町村と事業者による処理。これは通常の8000ベクレル以下のものは、あの通常のゴミとして安全に処理ができますと。 え、いうのがこの基準なんですけれども、え、すべてこの8000ベクレル以下とみなされているということですね。通常と同様にまあ処理をする。まあ、分散処理って書いてありますね。で、その、それ以下のもの、これは、あの、クリアランスレベル100ベクレルで、えー、まあ通常廃棄物、無制限に再生利用化、なんて書いてあるんですけれども、えー、 これはですね、この集中,中処理というのはですね、あの、つまり、これはですね、不燃物ではなくて、可燃物のことを指していると思われます。え可燃物は、その、国が責任を持って、ま、あの、仮設焼却炉の中で処理をするとえいうことになっているわけですけれども、うん、不燃物については、先ほどご覧いただいたように、あの、ここの中のものはですね、すべて、 あの、産業廃棄物業者に丸投げされている状態ですので、いきなりここの状態ですね。あの、これと同等に扱われているんじゃないかと、えー、いうことなんです。で、ここの部分もですね、この産業廃棄物、えー、については、あの、同様にですね、この、もうこれと同等に扱われて、まあ、リサイクルされていると、えー。不燃物についてはですね、えー、というふうに思われます。えー で、そもそもがですね、その親元の原発で、あの、このような状態になっているんですね。そもそもが、まあ、ずさんな処理ということになってまして、あの、この原発の、これは、あの、沢井雅子さんからいただいた資料なんですけれども、えー、この色のついてあるところだけが、あの、放射性廃棄物として扱われている。この色のついてないところはですね、あの、通常の、 一般の産業廃棄物としてリサイクル対象だそうなんですね。55万トンのうち54万トンがリサイクルと。で、加圧水型についても同様に、この白い部分は全部一般の産業廃棄物として扱われる。つまり、え最、ー、えー、リサイクルされてお鍋になってるかもしれないし、スプーンになってるかもしれないということなんです。 で、あのー、これは、あの、イノベーションコースト構想の分野にも通じることなんですけれども、大熊町にこのような巨大なリサイクル工場ができました。でこちらの方は、あの、不燃物と、えー、太陽光パネルなどの、まあ、リサイクル拠点ということで、えー、設置されたんですけれども、えー、毎年ですね、あのー、環境省から、えー、対策配 地域の廃棄物、不燃物の処理を受注してまして、1回あたりが、の受注額がなんと50数億円、あの、最大で57億円も、あの、受注を、あの、委託されているという,いうことがあります。で、ここの、えー、出資会社がですね、このような、あの、まあ、産業廃棄物業者ですね。その中に、しっかりと東京電力の、まあ、あの、グループ会社が入っていると。 え、いうことで、不燃物のまあ中間処理、まあ、破災、選別、再資源化をする。で、ここで、あの、破災、選別をした後に、あの、下請けに出すわけですねで。メルテックっていうのは、あの、溶油炉を持ってて、えー、そこで、まあ、再生の骨材なんかを作ってるんで、そこに、こう、二次委託をしたりとか、えー、しているわけです。で、こちらの方なんですけれども、あの、 イノベーションコースト構想の研究会というものがありまして、あの、それぞれのロボットとかリサイクルの分野の研究会があるんですけれども、その資料がですね、こういうことが書かれているんですね。福島県内においては290万頭の災害廃棄物が発生しているが、放射性物質を含む等の理由から、日本全国で共同する広域収納の対象になっていないと。一方で、すべてを廃棄物として埋め立て処分することは難しい。で、 対象物の放射性レベルに応じた除染処理を適切に組み合わせてリサイクルを実現させることにより、えー、埋め立て処分の対象となる物量を減らし、んえー、環境負荷を低減させることがまあ可能であると、えー、いうことで、この除染再生処理により、災害廃棄物をまあ資源化して、廃炉用資材や地域インフラ整備に有効利用するためのリサイクル拠点の整備が必要ということで、 あの、先ほどの施設が建てられたわけです。で、その次のこの参考資料としてですね、この2ページ目にこれがついてるんですね。<laughs> えこれは海外におけるそのリサイクルの取り組みということで、あの、アメリカの最大手の放射性廃棄物の処理業者、あ金属については世界各国の原発からの廃棄物を受け入れてリサイクル事業を行っていると。えー、j パークで えー、遮蔽ブロックとして、まあ、ここのリサイクル金属製品を輸入した実例がある。ということで、あの、これが参考資料として付けられているということは、えー、ゆくゆくはですね、先ほどの早々スマートエコカンパニーの中で F の、1F、え、のー、汚染廃棄物を扱うのではないかと。その可能,可能性が極めて高いのではないかというふうに、あの、私は考えています。 で忘れてはならないのは、この仮設焼却炉もリサイクルされているということなんですね。えー、福島県内だけでもう30機、えー、建てられました。で、えー、実は宮城でも30機、岩手に1機ということで、合わせて61機建てられているんですね。これは全部、あの、リサイクル。解体した後はもうリサイクルということになっています。で、あの、汚染度再利用。 が、あの、今一気に進められようとしているわけなんですけれども、あの、先日、あの、環境放射能除染学会というところに、あの、行ってきて分かったことなんですが、この、国民理解情勢活動というものの一環として、今、7月からですね、中間貯蔵施設の中の、この土壌貯蔵施設の上で、一般見学者に放射線の測定体験をさせるという、<laughs> あの、見学コースが組み込まれたそうなんですね。えー、非常に、まあ、悪質ではないかと思うんですけれども、えー、これも全部、この、ここに敷地に、その汚染度が、あの、埋まってるわけです。で、キャッピングをして、えー、復動した上で、さらに、まあ、緑化をする。うそれで、あの、一応、完成という形になるわけなんですけれども、その上を、まあ、歩かせる。えー、安全だということを、まあ、確認してもらう。そういう、 あの、まあ、情勢活動なんですよね。えー、そういうことです。えっ、ー、と、以上が、あの、早になりましたけれども、汚染廃棄物の、えー、現状です。で、えー、ようやく、えー、イノベーションコースト構想の、あの、話に移りたいと思います。えー、こちらですね。えー、今ご覧いただいているのは、あの、南相馬市にできました、あの、ロボットテストフィールドというところです。 この資料も、あの、だいぶ知られるようになってきたと思うんですけれども、ちょっとおさらい的に、えー、なぞりたいと思います。えー、まず、あの、重点分野が、あの、6つ掲げられてまして、まず、あの、左上から廃炉の分野、廃炉というか、まあ、正確には、ま、10個収束になるわけですけれども、えー、国内外の英知を結集した技術開発、えー、それから人材育成というものが掲げられております。 それから2番目にロボットドローンの分野ですね。これはあの災害対応のロボット開発の拠点ということで、先ほどの南相馬市のロボットテストフィールドを拠点として、えー、関連する企業を集積するというものになります。それからエネルギー環境リサイクル分野、えー、原発以外のまあエネルギー、代替エネルギーのまあ開発、それから えー、リサイクル、環境リサイクル拠点の、ま、集積、えー、になります。それから左下、農林水産業。えー、こちらはロボットとか ICT を、ま、ふんだんに活用したスマート農林水産業というものになります。えー、その隣、医療関連ですね。こちらは、あのがん、ガン、の、えー、放射線を使ったがん治療、それから創薬、えー、関係になります。それから航空宇宙分野ということで、 えー、浜通り、この原発を取り巻く、事故原発を取り巻くように、ハイテク産業を集積して、あの、福島の、えー、復興に、まあ、えー、の起爆剤とする。それが、えー、イノベーションコースト構想というものになります、えー。中から、あの、いくつか代表的なものだけ、あの、ご紹介したいと思います。こちらがその、えー、航空写真。 えー、南相馬市のロボットテストフィールドの、まあ、航空写真になります。こちらはの橋梁を模したものとか、トンネルとかですね。こちらはのインフラ点検はあの目視でやるよりも、あの今ドローンであの点検した方が効率が良いということで、あのこういったものがあ,のあります。それから市街地フィールドといって、この右下ですね。 こちらの災害のあった、まあ、街並みを再現して、ここでま人命救助のロボットのテストをすると。それから真ん中にあるこの、えー、塔みたいなビルみたいなのがですね、プラントを、まあ、模したもので、こ,んなこの中にまボイラーとかあの煙突とかいろんなものが配管とかがこうごちゃごちゃっと置かれてて、ここでま火災があった時の対応を、まあ、ロボット対応をしたりする訓練をするということです。それからあの奥側にある この緑色のところがドローンの掃除訓練をするところとかですね。その手前にあるのが、あの、滑走路ですね。無人機の滑走路があったりします。災害対応と言うんですけれども、この、えー、ポスターを見てみますと、陸海空のロボット一大実証拠点と書いてありまして、あの、ビジネス展示会のポスターなんかにもですね、この陸海空というのがはっきりとこう書かれてまして、これは、 あの、防災ではなく防衛なんじゃないかと、えー、いうことを常々思っていました。えー、します。そうしまするとですね、防衛省が、まあ、ここを活用するという資料もですね、あの、見つかったんですね。で、ここの真ん中に書いてあるこの C 版対応というところが、あの、ポイントでして、この C、えー、ケミカルですね、科、えー、学、科学、えー、バイオ、えー、生物、それから R、えー、放射能、 それから、えー、ニュークスですね。核,核兵器の、あの、まあ、攻撃に対応した、まあ、遠隔操縦車両システムの研究ということを、まあ、ここで行うと。いうことで、まあ、こういった車両が、えー、投入されるということなんですね。で、この真ん中にあるのが、これ、事故を起こした、まあ、1F の絵になりますけれども、ここの中で、要するに人が近寄れない光線量下で、 この C 版汚染環境下での、ま、作業を、ま、想定して、ま、この中で、ま、瓦礫の,あの収集作業をしたりするということなんです。で、この、えー、衛星ですね。衛星を使って、この重機の、ま、コントロールをするということなんですけれども、この一番下のところに、この離覚距離最大2 0トルを目指すと書かれていますが、これは、 原発の中での、ま、操縦台であるのであれば、こんなに20キロも離れる必要はないので、えー、これは戦場を想定したものだろうと。えー、原先生、伊原とし、えー、先生が、あの、ご指摘されていますで。同じような、あの、技術がですね、中間貯蔵施設の中でもふんだんに使われていまして、この重機を、この衛星を使って制御すると。えー、 ダンプカーもですね、すべてのダンプカーに GPS を搭載して、この衛星で運行管理をするという、えー、必要以上にあの非常にもうお金をかける、しかもその軍事技術につながるようなものをですね、あの中間調度施設の中でもふんだんに投入しているということをぜひ知っていただければと思います。 であの今はあの亡くなってしまったんですが、続いて逸さんもあのこういうふうにおっしゃっていました、人が近寄りたがらない、偏、ま、僻、あ、なところでこっそりと開発技術、それは兵器開発なんだろうとおっしゃっていました。それから地域の、えー、飲食店に、ですね、まあ、このロボテスコラボメニューなんていうものを依頼して、まあ、作ってもらっているわけですね。えー、そういうことで、その地域の、まあ、協力を演出していると。 これは、あの、後ほどお話しします。半ほどでも同じことをやっているわけです。それから3番目のエネルギー環境リサイクル分野の中で一つご紹介しますと、浪江町の、浪江町と小高、えー、南相馬市ですね、のちょうど中間のあたりに、あの、原発建設予定地だったところなんですけれども、それが、まあ、福島の原発事故で、えー、頓挫してしまった。 そこにこの東芝の水素研究フィールドというものをドーンとあの設置しましたで。オリンピックでもですね、ここで作られた水素エネルギーをまあ使って福島産のエネルギーということでだいぶ宣伝されていたところです。それから農林水産業の分野、一つだけあのご,紹ご紹介したいと思います。これはあの、えー、日記、あの日記ですね、あの、飯舘村わらび平で えー、仮設焼却炉の、まあ、共同企業体として入っていたんですけれども原これ、原発メーカーですね。大きな会社ですけれども、えー、わらび台の中で、その仮設焼却炉において、えー、被爆労働、訴訟を、あの、労働者から起こされた、あ、会社なんですけれども、その日記がですね、なんと、浪江町で、このサバの陸上養殖を行うと。もう来年からもう稼働予定ということになってい、 ます同じようにですね、カツラオ村では、えーと、バナメイエビの陸上養殖を行うということになっているようです。それから医療関連なんですけれども、こちらはの県立医大ですね、医療産業トラスナショナルリサーチセンターという大きな施設が建てられまして、えー、こちら、あの 福島コレクションという名前がついていて、えー、生体由来資料とかですね、培養細胞資料とか合成資料とか、こういったものを福島コレクションとして、あの企業に、研究、研究所とか、あの企業とかに、研究者とかに使ってもらおうと。それを産業化してもらおうと。そういったセンターになると思います。それからこちらの方は、 えー、医療機器開発センター。あの、これは郡山に作られたんですけれども、早くももう赤字に転落したと聞いておりますけれども、えー、この右側にありますのは、このアルカリスというのは、えー、今年の7月に完成したばかりの南相馬市にできた、えー、MRNA、えー、ワクチン工場、えー。日本初のですね、ワクチン工場がまあできたということです。<laughs> 人材育成の分野にも非常にあの、 力を入れています。これですね。8月の25日から、えー、ここで授業が始まったばかりなんですけれども、奥間町に学びは夢の森という0歳児から15歳までの一貫校がオープンしました。非常に、あの、ゴージャスな施設になっています。えー、ここの校歌はですね、作詞が 谷川俊太郎さん、作曲がその息子さんと聞いております。それから、あの、こちらは復興庁がお金を出している大学の復興地事業というのがありまして、えー、復興に資する地というものなんですけれども、大学にどんどんこの、えー、被災地に入ってもらって、この研究フィールドにしてもらう、復興に関する あの、研究調査活動をしてもらうということで、びっしりと大学が入っております。それからもう一つ、小学校、中学校、高校も全部ですね、くるめて、このイノベ、イノベ教育を行っている。で、ここで、あの、えー、卒業した子供たちには、まあ、イノベーション人材として、えー、イノベーション企業で働いてもらうと。えイノベーションコースト構想の企業で働いてもらう そういう、えー、教育が行われています。そかその他の企業とかですね、産業育成のところなんですけれども、なんと今、あの大熊町がかなり大変なことになろうとしてまして、これがあの、大野駅、JR 大野駅なんですけれども、大熊町の大野駅ですね、その、えー、西側再開発ということで、この IR 型の統合リゾート商業施設が、えー、今予定されていて、 え、工事、工事が始まっていますで。コンベンションホールといって、これは国際会議場ですね。それから産業交流施設。これはこの右側のこの絵になりますけれども、これが産業交流施設になります。それから小規模な商店街ですね。それからアーカイブ施設、ホテルということで、まあ、本格的な IR よりはちょっと小ぶりだと思うんですけれども、あの、ここになんとカジノの企業も、ここからの 1>, えー、1キロぐらいちょっと離れているところなんですけど、カジノの企業も進出するということが分かりました。えー、これなんですね。これが、あの、その企業になりますで。カジノ本体は置かずに、あの、データセンターを置くということなんですけれども、なんとこの企業はですね、あの、2016年に IR 通信法が施行されたその年に、あの、ここに、大熊町に土地を取得しています。 まだ帰還困難区域だったところですね。えーまあ、解除の見通しも立たないような時期にもう土地を取得しているというのはあの、政府の強力な後押しがあったというふうに考えるのが自然ではないかと思います。それからこの、えー、これはあの双葉町の中野産業団地ですね。電子商館のすぐ隣の産業団地に、 こちらも完成したばっかりなんですけれども、この朝の年始という、えー、企業が進出しております。これがあのどのような企業かというとですね、えー、っと、ちょっと、えー、ここで動画を見て、3分ほどのちょっと動画をですね、あのご覧いただきたいと思います。あれ すいません。何人か、あの、参加者の方でミュートになっていらっしゃらない方いるんで、ミュートの方お願いいたします。はい、えー。こちらですね。2019年に浅野年始は、巨大新事業を立ち上げました。それが、福島プロジェクト。後戻りできない <laughs> 社長、浅野正美が描く構想と夢とは 2011年3月東日本大震災福島第一原発に隣接していたことから原発被害で全町民が避難帰還困難区域となった福島県双葉町今も手つかずの家屋が数多く残されています一方新たな町づくりが進行中 町の東部は復興産業拠点と位置づけられさまざまな見学施設が完成さらに企業誘致も進められこの地で浅野年始福島双葉事業所の建設が進んでいますまあ私も福島大学出身ということもあったんですがなかなかねその福島のためにっていうことは今までできてなかったので。 双葉町はやっぱりすごくひどくって全くと言っていいほど復興できてないということでもう見ちゃったら他っておけないっていうね復興のためにっていうこと予算規模30億円双葉町のみならず県や国をも巻き込んだ国家プロジェクト歴代総理大臣も視察に訪問朝野年始オリジナルのタオルマフラー 抱き締めて双葉を首に巻き支援の思いを表明しましたこの福島双葉事業所は最先端の燃子機器を取り揃えたスーパーゼロを生産する工場エアーカオルを販売するショップカフェや休憩所夜にはバーも併設福島第一原発が震災以降として公開されここでですね えー、震災以降という言葉がで出てくるんですね、えー、さりげなくこのタオルとは全く関係のないこの震災以降という言葉が挿入されている、えー、ここにちょっと注目をしてください世界からさらに数多くの見学者が訪れます目指すは交流人口300万人双葉町に活気を取り戻します交流人口が増えれば食べるところお土産物屋さんそして えー、宿泊するところとねどんどんできてきますからこのすと街がよみがえっていく姿を、えー、全国全世界の方々に、えー、見ていただくという私も浅野年始さんのね本社に行ってすごいお客さんが来られてるっていうのがありましたけども私自身としてはここでできる浅野演出さんの工場がそれ以上のものになるんじゃないかっていう期待をしてます まあ見ててください。すごい街になりますよ。はい、ということでした。もう一回、えー、共有をします。えー、見えてますでしょうか。えー、今、ご覧いただいたのがですね。えー、はい、大丈夫ですよね。えー、 朝の年始だったんですけれども、その震災以降という言葉がですね、あの、初めてここで出てきたんですね。で、あの、全くあの、聞いたことないですよね。まだね、皆さんそんなこと聞いてないとって、あの、思うと思うんですけれども、えー、もう勝手にですね、事故が収束していないにもかかわらず、この震災以降として公開しましたっていう言葉が入ってきた。そして、その交流人口は300万人を目指します。 これはもうまさしくですね、その IR 型の、えー、この商業施設と、まあ、セットになっているんではないかというふうに、あの、私は考えています。の事故が収束していない原発をもう過去のものにして、どんどん、まあ、観光資源としていこうとしているのではないかというふうに考えています。それからですね、同じくこの大熊インキュベーションセンターというものが、あの、オープンしているんですけれども、 こちらは一見何の変哲もないまあオフィスなんですけれども、これは小学校の跡地利用であの使っているんですけれども、これを、この、これはですね、企業を誘致してあの支援をする、そういったセンターになりますが、この上委託先がですね、このビジネスゲートウェイというか会社なんですね。こちらの会社のホームページをちょっと見ていただきたいと思うんですが、まずですね、このホームページを開けます。 突然、あの、このロケットが打ち上がるんです。で、二足歩行ロボットがガッチャンガチャンと歩いてまして、で、こちらの c t スキャンガゾルが次に出てくると。で、最後にこの三世代同居ですかね、ファミリーの絵が出てこの4枚で構成されていって、非常にこう、あの、なんか驚々しいというかですね、ちょっと得体の知れない感じがするんですね。 で、会社の情報を見てみますと、あの、出来立て、ほやほやで、えー、この事業内容に、まあ、企業誘致と書いてある。企業誘致のための企業なんです。で、この、えー、代表者の方が、この左の吉田学さんという方なんですけれども、こちらの方、元、元東京電力グループ、出身なんですね。で、あの、建設会社を立ち上げて、まあ、代表取締役になっている。で、 でですね、あの、浜通り13、社団法人も立ち上げて、まあ、主にですね、大熊町に、まあ、浜通りに、あの、若者をどんどん集めて、まあ、起業をさしてもらうと。起業のお手伝いをするっていうこともやっています。ここにあの、若者起業支援ファンド創設って書いてあるんですけれども、ソフトバンクが出資した財団が、これを、あの、えー、ファンドを立ち上げてですね、若者に今起業してもらうということをやっています。 で、起業してもらうとですね、まあ、そこの、えー、まあ、大熊町なりにですね、定着することになりますので、そういったことでですね、どん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 と今、あの、若者が、あの、大熊町に定着をしているんですね。で、あの、この方ですね、あの、環境省の、あの、汚染土再利用対話フォーラムなんかにも、あの、起用されていたりとかですね、あの、あちこちの、まあ、国の審議会に顔を出して、 おられまして、まあ、大熊町の一つの顔のような存在になっています。それから、あの、フォアメンバーの方々の、まあ、経歴なんかをですね、見てみますと、皆さん、あの、それぞれですね、えー、コンサルを立ち上げて、その、まあ、代表をなさったりいる方々が多いんですね。で、この方なんかは、あの、元電通グループにの,の出身の方だったりとかですね。この方は、あの、 ドワンゴという会社、ニコニコ動画の,あのドワンゴですね。それからこの方は白報堂出身の方で、あの慶、慶応の研究所の研究員になさっている、この方なんかは大学在学中に政治家の秘書をやってました。ということで、あの、こういう感じの、あの、顔ぶれが非常に今、あの、福島浜通りに多く詰めかけているという感じがしています。 あの、アメリカでこうビジネスをバラン学んだ方ですね、えー、企業のプロみたいな方々が、あの、たくさん、あの、浜通りに連れかけているというのがですね、非常にちょっと注目されているところだと思うんですね。で、あの、米系のコンサルティングの会社が、あの、い,いろんなところにこう入り込んできていまして、もう名だたる、あの、もう世界でもですね、トップクラスのこの、 えー、大手のコンサルがですね、私がよく目にする名前だけでもですね、このぐらいのぞろっとあります。<laughs> それから日経コンサルなんかは、あの、もう常連という形でですね、あの、入っていろんな事業をまあ受注しているわけですけれども、環境省の、えー、受注だけでも見てもですね、あの、1件あたり十何億円とかですね、そういった あの、金額で受注してるんですね。ですので、まあ、こういったところにも相当の、あの、復興、えー、資金が流れているというふうに、あの、考えられます。で、あの、ご覧いただいたイノベーションコーストコースをま、そう、ということで、あの、福島国際教育研究機構、エフレイという、えー、機関が、えー、今、準備を設立準備を進めていますし。 詰められています浪江町の川添地区というところで、JR のここですね、浪江駅のすぐあの西側、西側再開発とまあセットになっているところなんですけれども、これがあの、今の浪江町なんですけど、浪江の駅なんですけれども、これがですね、数年後にはこのような形に生まれ変わる予定なんですね。はい、これ写真出ていい、これ。これがですね、あ,あ,あのー、 このデザインを、この街のデザインをしたのが世界的な経験者。いい熊健吾さんだということで、エフレイはここの,あのあ<れ>左上のもで,ですね、うん、できる予定です。この国際教育研究機構の知ったのがですね、いいす私はこの2020年の新報だったんですけれども、うん、なんと研究者を600人集めて、1,000人、ま、の雇用を目指すと。 えー、いうことが掲げられておりまして、非常にあ、ちょっとすいません。くずみ、あ、いいですね、くずみさん、すいません。はい。で、えー、ちょっとごちゃごちゃしてるんですけれども、エフレイがあ取り組むテーマというものがですね、この丸で囲ったところなんですけれども、ロボット、農林水産業、エネルギー、放射線化学、創薬医療放、放射線の産業利用、それから原子力災害に関するデータや知見の集積発信、 ということで、あの、丸ごとイノベーションコースト構想が入ったような、あの、そういったテーマになっているわけですね。予算が7年間で1000億円と潤沢につけられました。これがあの、パンフレットになりますけれども、えー、初代の理事長は、この山崎光悦さんという、えー、金沢大学の前理事長だった方ですね。で、エフレイのこの人事も、どんどんと決まっております。 で、山下修一さんが理事長の特別顧問と、それから分野長、放射線科学創薬医療の分野長に、この2箇所に入っているというところも、あ、う、の、ん、注目されます。で、こちらの福島教育研究機構 f フレがですね、えー、正式に、あの、復興再生特別措置法に、えー、書き込まれたのが、令和4年2月だったんですけれども、それを、まあ、要約しますと、こう書いてあります。 内閣総理大臣は、総合科学イノベーション会議システィ、および県知事の意見を聞いて、新産業創出と研究開発基本計画を策定する。エフレイがその中核を担う。つまり、F、エフレイが担うのは新産業の創出ということになります。ではその新産業創出というのは何なのかというと、ここに書いてある先ほどのですね、ロボットのリズム産業、エネルギー、放射線科学創略、創薬。 産業利用。それからデータや知見の集積発信、えー。産学連携体制の構築とかですね。えー、大学院生を利用した、えー、対象とした人材育成なんていうものがこう並んでいる、えー、わけですね。で、えー、そのちょっと前に、えー、昨年の9月に、この経済安全保障法という法律がですね、えー、制定をかなり拙速に制定されたわけなんですけれども、 えー、この中で特定重要技術の研究開発の促進ということが謳われていまして、この特定重要技術ということが20項目、えー、設定されています。えー、これがですね、えー、非常にその先ほどの新産業,新産業と重なる分野があのたくさんあるということで、ここに C バーンもしっかりこう入っているわけなんですけれども、こういったものは 先ほどの井原先生によりますと、この特定重要技術というものは、安全保障技術、つまり軍事技術として、米国では扱われているものなんですよ、というお話でした。つまり、F、エフレイが担うのは、この軍事技術につながる研究開発である、ということが言えると思います。えー、このイノベーションコースト、コースを支える、えー、研究会というものがありまして、 当時のですね、2014年当時、公明党の赤羽和義さんという方がですね、原子力災害現地対,発対策本部本部長、及び経済産業副大臣だったんですけれども、この研究会というのがありました。今もあるかもしれませんけれども、この中にですね、元東京電力復興本社の代表であった石崎義行さんという方が入っていますで。この研究会が、米国に出張に来ました。 ということで、視察報告があの載っているんですね。経産省のホームページに載っています。えこの中で、ハンフォードというところに行って、要人との意見交換を行いました。で、これを引率したのが、先ほどのこの石崎義幸さんなんですね。で、ハンフォードっていうのは、あの、第二次世界大戦に使用する原爆製造のためのプルトニウムをせ生成していた、このマンハッタン計画という,うところなんですね。その地なんです。 で、ここで、まあ、製造された、えー、プルトニウムを使って、長崎に原爆が実践使用されたわけなんですけれども、その第二次世界大戦が終わった後も、えー、長年にわたる冷戦時代にどんどんとその核開発を続けたために、えー、その過程で大量の核廃棄物が生み出されまして、それがものすごくずさんに扱われていたんですね。そのまま、 あの高、高レベル排液をそのまま河川に垂れ流したりとか、あの、地中に投棄したりで、ドラム缶に入れて、そのままボン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 と、あの、穴掘って、そのまま埋めていたりとかして、で、そのドラム缶も全部こう腐食して、どん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 ,どん地中に流れ出して、っていうことを半世紀近くも続けていたために、もうとんでもない手のつけられない核の汚染地帯になってしまったと。なるほど。で核 えー、その核開発が終わった、冷戦が終わった時に、えー、プルトニウムの生成はもう終わったんですけれども、えー、その過程で、えー、除染の企業を大量に投入したということで、このハンフォードの、えー、マンハタン計画の始まる前の1940年には1万8000人ほどであった人口が、この除染の、えー、企業によって、えー、労働者が飛躍的に増えた。 まあ30万人近くに人口が増えたわけですね。それをまあ経済発展のまあ繁栄の街として、これを福島も取り入れようというのがですね、このハンフォードモデルというものなんです。で、あの場所がこのようにですね、合衆国の一番北西部に当たります。で、赤羽視察,視察団が2014年に まず行ったところがですね、この米国国際標準技術研究所 NIST というところで、ここにあるそのロボットテストファシリティというところを訪れています。これは何かというと、あの、ロボットの、ま、テストをする場所だというんですけれども、ここにあるように爆弾処理、軍事作戦等への活用を想定したロボットについての試験施設であると。で、その試,試験方法についての標準化を行う、まあそういった機関だそうなんですね。 で、ここで、あの、赤羽さんは南相馬市のロボットテストフィールドについてのアドバイスを受けています。で、早速ですね、早速のように、このエフレイですね、国際教育研究機構で、あの、先月からこの公募が始まりまして、フィールドロボットの、まあ、市場化、産業化に向けた性能評価手法の標準化事業、委託事業ということで、金額も非常に大きくなっている。まあ、こういった公募がですね、今次から次へと、 え、始まっています。えー、要するにもうハンフォード、ま、ルーツ市の状態ですねで。その次にこのハンフォードサイトを、えー、赤羽さんたちが連れてまして、こういった設備を見学しています。汚染水の流出防止措置とか、装置、装置とかですね。環境修復処理施設。 それから、地下水浄化施設。これは、あの、アルプス処理施設に近いものではないかと思いますけれども、使用済み燃料貯蔵施設とか、ガラス公化施設。これは、あの、建設途中途上なんですけれども、そういったものを視察しています。でその次に、地域コミュニティ、トライデックという、えー、地域コミュニティにも行って、えー、交流をしているんですけれども、こちらの方は、この、ハンフォード地域の拡散 各関連産業の協議会として発足して、地域の経済発展を目指す非営利組織であると、えー。300団体から構成する、まあ、非常に大きな、えー、協議会なんですね。で、連邦、上下両院議員もスタッフとして名をつながられているということが、あの特徴なんです。で、ここが、ここで力を入れているのが、このクリーンエネルギーパークとして、あの、モジュール型原子炉とか太陽光とかですね、バイオ燃料とか、 それから、ハンフォードサイトの観光活用、マンハッタン計画地域として、ま、10万人を目指している。いったものですね。リサーチパーク、インキュベーションセンター。先ほどご覧いただいたような、同じようなものが並んでいる。環境助戦事業にも、あの、力を入れているとで。その次に訪れたのがこちら。パシフィックノースウェスト国立研究所 PNNL というところです。こちらがですね、 あの、なんと、このエフレイ、福島教育研究機構のモデルなんですね。こちらは、この米国エネルギー省が管轄でありまして、原子力を扱っているエネルギー省がえ管轄ですえ。非常に年間予算が大きくて、えー、大勢のスタッフを抱えていると。で、ここで、あの、ここでも同じように、このバッテリーとかバイオジェット燃料の生産を行ったりしています。アンコードの 除染の研究、それから使用済み燃料、グローグボックスとかですね、このモジュール型ホットセルについて福島へ技術協力をしましたということが書かれていまして、これはもうまさしくですね、あの JA、e、の大熊分析センターというのが、えー、1F の目の前にあの、えー、オープンしたばかりなんですけれども、このことをおそらく指しているのではないかと思われます。それから安全保障研究、軍事研究についても、えー、取り組んでいると。 いう、こういう研究機関になります。これがエフレのモデルなんですで。その次にこのワシントン州立大学、トレシーズ校というところに、えー、訪れて、これはカバソンですね。まあワインを展示してますけれども、このワシントン州立大学は GE 社が設立して、ハンフォードサイトの従業員に大学院教育を提供していた。え福島復興のために大学をサポートすることをお勧めしますと、えー、アドバイスを受けているわけですね。 卓越したセンターを作ることで企業も来るし、雇用も生まれると。経済のベースラインを安定させること、情報、美味しいレストラン、娯楽施設など、質の高い生活をまあ提供することですよ、えー。ということで定着率が上がりますよ、っていうことを言ってるわけですね。それからこのワインプログラムというのに、あの、非常にこの大学は、あの、力を入れているわけなんですけれども、なんとこのワインプログラム、実は福島でも始まっていまして、えー え、富岡町、それから川内村で、まあ、武道生産から一貫して、ワインの製造を行う拠点が作られております。えー、つい先日ですね、これ8月じゃなくて7月、先月、先々月ですね、えー、渡辺復興大臣もハンフォードを訪れまして、PNNL 所長へエフレイの山崎理事長の新書を施行したりとかですね、えー、してまして、トライデックの方々とも、まあ、交流をしていると。 こちらがですね、現地のこのハンフォードになります。今、ナショナルパークとして、えー、再オープンというか、えー、一般公開されて、えー、こういった観光地になっているんですね。えー、こういったものを、まあ、福島も、えー、追随というかですね、取り入れようとしているのではないかということで、えー、この隣町ですね、ハンフォードの隣町にある、このリッチランドというところの高校の交渉は、なんと、このキノコ雲が交渉になっているんですね。 原爆は、その科学技術発展のシンボルなんだと。そういった教育が施されているわけです。ということで、校内のあちこちにこのキノコ雲が、えー、あしらわれている。えー、という、チュールな、えー、状況、えー、状況ですね。で、街に出ますとですね、このアトミックカフェという名前の、いろんなまあ飲食店があって、堂々とその、放射性物質の名前を、 施した食料品が提供されている。このリッチランドという労働者の街はですね、まあ非常にその福利構成を手厚くして給料も充実させて、えー、まあ非常に満足度が高いわけですねで。核開発の歴史と反映した街に対する高いプライドを持っている、あの町の人たちがですね、こういったものを、まあプルートピアと、あの、呼ぶそうです。このハンフォードモデルをまあ担っている というのは、どこかと言いますと、この東日本国際大学福島復興創生研究所というところで、ここが復興庁から大学の復興地事業で助成を受けて進めております。この復興創生研究所というのは岩木にあるんですけれども、ここの所長さんが大西康夫さんという方で、先ほど見ていただいたこの PNNL、パシフィックノースウェスト国立研究所、 エフレイのモデルとなったこの研究所にの主席研究員だった方なんですね。で元 IAEA の環境アドバイザーもされていた方で、ハンフォードやチェルノブイリにおいて、女性の技術開発を行っていた方。それから、所長代行がこの方で、中村さんという方で、まあ、様々な分野で、これは JAXA ですかね。JAXA とか文科省なんかを渡り歩いて来られた方ですね。 それから副所長にもう一人吉村作事さんという有名な方ですね。それからもう一人の副所長に先ほどの石崎義幸さんがついておられます。こういった研究所になるわけです。この研究所、非常に特に公明党委員とのつながりが深いようなんですね。このお二人とか名前が挙がっていますが、 その他にもあの、自民党の二階さんと林さんが客員教授、名誉教授、客員教授に就任されたり、海沼さんも客員教授になったりとかですね、石崎さんも客員教授になったりとかですね、えー、しています。で、この大学の、あの、大学生を、まあ、ファンフォードに、えー、まあ、連れていて、向こう、あちらの大学との、まあ、交流なんかもあの行われています。 でこちらはですね、えーとまあ、学校法人名は小,小平校と言うんですけれども、これ東日本国際大学のことなんですが、あの、いわき市と双葉郡の八町村の市長ですね、これずらっと集めて、えー、この米国ハンフォードの、まあ、調査研究を進めていきますとか、ということで、まあ、連携協定、この締結式を結んだということで、えー、要するにハン,、えー、フンフォードモデルを、まあ、浜通りの全、まあ 自治体、総ぐるみで、えハ、ー、ンフォードモデルを進めていこう。そういう連携協定ですね。それから長崎大学とも、この、えー、東日本国際大学は連携協定を結んでまして、えー、世界中の被爆、災害被爆医療科学の専門家を育成する地の交流拠点を、えー、作りますと。と、えー、いうことなんですで。先ほどですね、あの、岡場さんが現地の地域コミュニティ、 えと、まあ、意見交換をした、あーところがですね、まあ、このトライデックという、その核産業の、ま、協議会、えー、なんですね、えー、と、全く同じ名前で、福島浜通りトライデックというものを、えー、この、先ほどの石崎さんたちがですね、主導して立ち上げました。半歩道をモデルにした福島復興創生ということで、大々的に掲げています。 所長のこの大西康夫さんが、まあコードとの福島への関わりについて、ホームページでこう述べられています、えー。福島原発事故時には当時の日本の首相と大臣が、米国オバマ大統領、大統領、中エネルギー大臣に電話で私の緊急の来日,来日を要請し、それ以後、福島事故からの復興に携わっています。と。 福島復興創生研究所は自らの運命を自らで決めるといった自主性をもんじ、この研究所は福島復興の議院対策を提唱しています。環境除染、経済復興、心の修復 <laughs> ということなんですね。大西さんはこのようなことも言っています。浜通りトライデックの会員企業は、米国ハンフォードサイトのトライデック企業や研究機関から技術を学び、 浜通りの中小企業は廃炉、廃棄物処理、廃棄物貯蔵などで東京電力日立、東芝の下請け業者となるんだ。つまりですね、えー、ハンフォードの、えー、長年にわたるその汚染の除去技術を、えー、学ぶべきなんだ。つまりこれを、まあ、優勝で、えー、取り入れなさいということだと思うんですね、えー。ハンフォードはその技術をこの福島に売り込みたい。 え、それを、ま、大企業に、え、技術提供するので、え、浜通りの中小企業はその下請け業者に入れば、あの、長年にわたる、この、事故収束作業の中で、食べていきますよ、ということだと思うんですね。え、これがあの、石崎義幸さんです。え、元、東電の復興本社の社長さん、第二原発の社長さんもされていたんですね。 こちらの方がこの浜通り、トライデックの立ち上げについてのシンポジウムでこういうふうにおっしゃっていました。えハ、ー、ンフォード成功事例から学ぼう。国等に頼るだけでなく、自分たちの運命は自分たちで決めるという地域住民の自立した積極性が求められているんだと。つまり、えぇ、ー、えっ、ー、と、福島の人たちはいつまでもまあ被害者面していてはならないんだ。 ね、自分たちの運命を自分たちで決めよう、ね。自立して、あの、国から、国から自立しろっていうことを言ってるわけですね。加外企業が、あの、せえー、課外の責任も取らずにですね、地域住民、被害者に対して自立しろって言ってるわけです。えー、最後の方になりますけれども、私たちあの、フランス在住のこのドキュメンタリー映画を作られている渡辺健一監督を去年と今年、えー、 福島に来ていただいて、えー、このような、あの、下記のドキュメンタリーの映画上映を行いました。その中でですね、この渡辺監督がこのようなお話をされたんですね。2014年、撮影のためにハンフォードを訪れた際に、えー、福島原発事故後始末に参入しようとする現地の企業が活況を呈していた。そのうちの一つに取材を申し込み、アポを取り当日行ってみると、と竹藩された。 原子力産業の本場である米英は通は川の上流であり、川下に置かれた日本は彼らからさ常に搾取されるがんじがらめの構造となって日本はカモなんだよ。上流で起きていることを知ることが、まあ、今福島で起きていること、これから起きていることを正確に把握,さ把握するために必要なことなんですよ。ということをあのおっしゃっていましたで。最後になりますけれども、今、のウクライナでですね、もうすでに、あの、 流血が続く惨事の中で、えー、復興事業にあの世界中の各国がですね、各国企業があの集まっている、投資をどんどん呼び込んでいるということがですね、非常にもうこの福島とにもう全く同じだなと思うんですけれども、もうショック・ドクトリンと、えー、一言でも言えると思います。復復興復旧にににかかる費用が非常に巨額であってここに あの、様々な世界中の企業が、まあ、参入しようとしている。日本企業もですね、えー、こっちここの,の、このェト t があが窓口になっているんですけれども、そちらの方に、まあ、問い合わせが急増しているということです。であの、昨日の朝日新聞に載ってたんですけれども、日本の企業はですね、東日本、日本大震災の復旧復興で培ったこの瓦礫処理再利用の治験を活かすんだということがあの書いてありました。 えー、ドイツの,のバイエルという企業ですね。あの元モンサンと買収したあのバイエルという科学会社ですけれども、えー、そちらの方はあの、えー、ウクライナの中でトウモロコシの種子を作る施設を95億円で、えー、さらに拡大するんだと、えー、いうこともあの合わせて昨日掲載されていました。朝日新聞ですね。えー、最後になります。 えー、イノベーションコースト構想、この核汚染、原発事故ですね、はコインの裏表だということが言えるかと思います。終わりの見えない福島原発事故の事故収束にかかる莫大な費用に多くの企業が群がっているということ。えー、原発事故、加害企業や国が責任を取らずに、風評で批判を封じ、加害者が後始末ビジネスでさらに売ろうって。 石管理せずにデブリを取り出すことでさらに巨額の資金が動くビジネスチャンスを作っていると。と経済特区制度を利用したショックドクトリンである、軍事につながるハイテク産業の育成を行っている。地域住民、被害者は、かよの外に置かれたまま経済格差がさらに拡大していく。被爆国が原発開発の地を復興モデルにするグッド ね、核の火災の依存体制そのものではないかというふうに思われます。えー、以上になります、えー。ご清聴ありがとうございました。はい、和田さんどうもありがとうございました。あの、福島復興の深い闇というタイトルがついてた意味が非常によくわかりました。詳細なあのご報告ありがとうございました。なんか2011年のあの原発事故の後、 えー、こういう日が来ると誰が予想していただろうと本当に愕然とする思いです。でもまあそれを見てあの予想してた人たちがアメリカにいたんだなということも思いました。本当にありがとうございました。それでは、えー、とちょうど時間通りに進め、あの進めさせていただいてありがとうございます。今8時、えー、と50分になろうとしているところですので、えー、とここで10分ほど休憩を取りまして、 えっと、9時から再開したいと思います。で、9時からは皆様からの質問を受けたり、あの、いろいろディスカッションしたりする時間にしたいと思いますので、あのー、先にチャットで書いていただいても構いません。えー、では、10分間の休憩にしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。えっ、ー、と、9時になりましたけれども、皆さんお踊りでしょうか よろしいでしょうか。はい。えそれでは、えっ、ー、と、この後30分ほど、えー、質疑のお時間にしたいと思います。あの、青木さんへの質問でも和田さんへの質問でもあの構いません、えー。どなたかいらっしゃいますでしょうか。先にですね、では、あのえー、申し込みの時にいただいていた質問があるようですので、えっ、ー、と、そちらの方をまず紹介したいと思います。 青木さん、これでいいでしょうかねこの汚染水海洋放出。あ、これ和田さんへの質問になると思うんですけど、和田さんよろしいでしょうかえー、汚染水海洋放出、そして汚染度再利用とイノベーションコースト構想等には、どのような関係に 関係があるのででしょううかとといこなんすそれは今、私が書いてあるあ、そうだ、ごめんなさい。では、申し込めるときていただいたらこちらですね。阪神の方ですね。うん、阪神,神いや、それも、それも私が今あ。ああ、そうです、ごめんなさい。<laughs> <laughs> あじゃあ、まあ、青木さんからの質問、今のよろしいですか、和田さん。和田いということで、あえてし,し,しま,ましたので。はい。えっと、最後のところで、あのご覧いただいたように、まあ、コインの裏表だということだと思うんですけれども。 あの、汚染の状況とか、その、深刻な、あの、一 F の状況ですね。火事場ですよね。まずねあの、まさしく、火事、火事場での隣で復興事業を行っているという、<laughs> ショックドクトリンの構造 <laughs> だと思いますけれども。<laughs> どうでしょう。要するに、それをまあ追い隠すという側面と、うんえー、その被災地でまあ破壊されたところに、あの、 いっぱいこう投資を呼び込んだりとかして、あのまあ、えー、そこを再建するということで、まあ、企業があの新たに、えーまあ、仕事を得ると、えー、ういうことだと思うんですけれども。どうでしょうか。汚染水。あの、汚染水の海洋放出あの私、地区音社の,あの最,最初に紹介した記事を書きながら考えたんですけれどね、結局、 廃炉の,の問題だと思うんですね。要するに今、石炭方式ではなくてあの、デブリを取り出すっていう方針をあの変えてないわけですよね。で、それで、あのそ,そのためにはすごい時間がかかるって。 で取、そもそもそんな取り出したものをどこへ持っていくんだっていうことも問題になるわけだから、ところがそれをやってる限りはお金はいくらでも出てくるわけですよね。で、同時に地下水によって汚染水もいくらでも出てくると、永遠に仕事はなくならないという、そういう意味でも、その、なんていうかな、復興と裏表の関係があるかなと。要するに、 なんかあのハンコードモデルってあの一見きれいな必要な仕事のように見えるけど実はあの、えー、企業がそ,の、えー、そういうものに群がってです、ね、あの仕事を作ってるというそういうことが実態なんじゃないかなということを思いますね。 えー、この件について何か意見とかある方いらっしゃるんじゃないでしょうか。和田さん、今の青木さんの発言についてはどうですかおっしゃる通りだと思います。うん、あのエンドレスっていうことですね。 まあそれを分かってて、そういう方針。誰もそれをきあの決めない、合理性を持った形で決めないんだと思うんですね。うん、要するに、それぞれがその目先の利益を求めて、金のいくらでも出てくる復興予算ということで、いくらでも出てくるわけですから、それで勝手な計画をばら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 作っていくということで。うん あのー、走り出したら止まらないというか、うん、であのデブリを取り出すなんてことは全然合理性がないわけですよ、うん、中間地で貯蔵施設からほじくり出してそれをあの再利用で全国にばらまくっていうのも全く今となって合理性ないですよね、うん、一旦埋めてね安全ですって子どもたちに戦力を持たせて、あのー、歩かせてるわけですよね それをまたほじくり返して、それで和田さんの説明にあったようにね、全国へ持っていくためにはトラック何台分になるのか。で、それがあの途中でまたあの事故を起こしてこぼれたらいけないからって、巨大な GPS と連動したあのシステムを作るわけですよね。だからそういう、なんていうかな、まさにショックドクトリンというか、あの、 ここでやめと、やめれば、あの、一番合理的なのに、それをやめられないと。そういうことではないかと、つくづく思うんですけどね。うん、はいあ。あ、今のに何かありますかあの、まあ、合理的な、あの、ことを考えている科学者なり、官僚なりは誰もいないのか <laughs> いるけど潰されるのかってそういうことなんでしょうかあ、糸永さん何かありましたお願いします。はい。えっ、ー、と、 お久しぶりです。まあ、さん <laughs> ありがとうございます。え、ちょっといくつか、まあ、質問と意見ですけども、まあ、一つは、あの、まあ、私まだハンフードは行ってないですけど、ハンフードと、あの、パシフィックの大学との距離感で言うと、ハンフードの中心的な、あの、原発の処理施設っていうと、まあ、20キロぐらい離れてますよね。それで、福島のはもっとやばくて、5キロ圏内ぐらいで、こう、市街地区用をやってるわけですよ。ですから、 あの、世界的に見ても超異常で、さっき朝言ったように、カジバの横でまだ火事があるのに新築やってるみたいな話で、愚かなことをなぜ、その、行政の、まあ、国は、今回はちょっと別としても、組長たちがね、なぜそれに手を挙げちゃってんだろうかっていうのが、あの、前、別件で組長のヒアリングを福島大学の先生とでやったんですけど、どうも感覚が、 その復興政策の中にですね、放射能の法の字がほとんど入ってないんですよね。で、で、それに食いつかざるを得ないっていう、その自治体は生き残りのためにはそれしかないんだよっていう。で、戻らない人はもういなくても仕方ない、戻る人はいなくても仕方ないんだよっていうのは、そうすこう開き直りになってて、で、今度は地元の人たちにも、まあ僕言いたてずっとやってるから聞いたりすると、 いや、もう先生、放射能はもういいよ、みたいな話になるわけね。<laughs> 意識的に。割と、あの、ちゃんと分かってる人も。うん、それで、例の、あの、長泥じゃなくて、えっと、長泥もあと言いますけども、わらび平の、あの、えっと、バイオマス発電所に関してもね、前も言ったかもしれないけど、まあ僕も大反対なんだけども、山がきれいになればいい、 いいよって言い方をするんですよね。うん、で、そういうこう、なんていうんですかね、事例のない状況の中で、村 <laughs> 人は戻らない人はまあ外で生活安定を当然測ってるし、日英教授の人もいるんだけども、その、それぞれの被災自治体をどうやって生き残らせ,せるのかと、 で、それは個別に頑張るんじゃなくて、本来だったらやっぱ広域でしっかりと、あの、あの連携をするとかですね。その時に、大熊、双葉、えー、まあ、南へ、南相馬の一部ぐらいは、まあ、ちょっとしばらくは何もしないでおこうや、みたいな。で、自分たちの暮らしはもっと外で頑張ろうや、とかっていう、まあ、震災後はそういう意見を僕らもだいぶ出したんですけども、現実にはやっぱ自治体があるんですよね。 で、そのハード事業に寄ってしまうという、このどうしようもない構造自体は国民が作ってきてしまったんですよね、ある意味で言うと。それで、ショックドクトリンで載っている企業は、まあ、あの、企業の論理で儲かれば勝手に来てダメだったらすぐ引いちゃうっていう,うなことをずっとやってきてるわけですから、まあ、それはず,ずっと戦後の開発論でやってきてるわけですよね。で、まあ僕らいろんな、 転移をしているときでは、ところでは、やっぱ、開発という概念をね、一回封じなきゃダメだろうと。それは国民も含めて、開発という概念に、あの、やっぱり寄っちゃってるんですよね、なんかね。あの概念的に言うとですね。で、ちょっと、質問はですね、まあ、今後の追求していくときに、あの、ハンフォードと、やっぱ福島は全然距離感が違うってう、こんな危険な場所で、 なんでやってるんですかっていう、まあ僕も簡単な図面とか地図作ったりもして説明してますが、そのこう、あの規模感をちょっと明確にした方がいい,い,いかなと思うのと、まああとは、あの、いわゆるパシフィックノース運動も含めて、バテル記念研究所が牛耳ってますよね。それで日本の場合、今回の、えー、イノベーションコースト構想とかエフレイも含めて、 それに相当する怪しい研究所、研究所っていうのかな。フィクサー的なところが、なんかどっか動いてんじゃないかなと。見えないところでね。そうすると、まあこれまだうがった見方だけど、バテル記念研究所と三菱商事が2008年ぐらいに合同会社作ってますよね。だから、なんかそこら辺のね、商社系がどうも、 あ、裏を引いてるんじゃないかと。それで、まあ、うがって見方なんだけど、で、いろんな復興計画も言い立てなんかもそうだけど、えー、商社系の、いわゆるコンサルタントは相当入ってるわけですしつこくずっと。多分、あの、今日和田さんが、えっ、ー、と、フェイスで出した、えっ、ー、と、大熊の駅の横のあれも多分そうだと思うんですけど、結局ならそこら辺のね、 あの、まさに黒い、い、い、いうか闇の <laughs> シンクタンク系とそれと、製材官がくっついてるっていう、なんかそういうのも一方であるのかな、という感じもしてて、で、結局、霞ヶ崎の連中って、優秀なようであんまり優秀じゃないやつもいるから、結局、例えば東大で言うとね、東大の同期が、あの、コンサルタントにいて、 こういうことやるといいよねっていうやつを官僚に教えるんだよね。昔は。今も多分そういう流れは多分あって、うん、官僚は、まあ、いろんな意味で忙しいこともあるし、政治家の付き合いもあるから、具体的な政策っていうのは、巨大コンサル系が多分やってるなぁと思うし、今回の福島の人材育成なんかはパソナがバンバンやってると思うんですよ。うん ですから、ちょっとそこら辺は多分つかないといけないかなっていうのが、<laughs> この、あの、えっ、ー、と、食毒すのもっと裏にあるのかなっていうのと、地元目線で言うと、やっぱそうは言ってもこれ食わざるを得ないんだよっていう、まあ、僕ら今度また11月の3日に飯舘村でシンプルジムやるんですけど、その、再生道場の問題とか、あの、発電所の問題を、まあ、僕がちょっと、あの、問題提起はするんですけど、 だから、存命がどこまで聞いてくれるかわからないけども。また、あ、ですから、追求するプラス、現場目線でどういうふうにしていったら、現場の理解と、あの、全然意識の違う組長を作り出していけるんだろうかっていうですね。福島県知事の問題も大きいんですけど、そこら辺は、まあ、あの、回答があってないようだと思いますけど、ちょっと前半の方の、 距離感の問題、ちょっと和田さんの感覚として教えてもらえるとありがたいですけど。和田さん、お願いします。距離感って、あの、あれですかね、ハンフォードと福島の。そうそう、ハンフォードはやたらと人って、そうなんですよねそううそう、そうですよね。そこ説明、ねえー、ちょっと入れた方が良かったですよね。必要だったら、あの比較したグーグルの写真って比較したやつがありますので、えー、それ送ったりもしますけども。ね <laughs> 全然違うんですよねすよ<ー>それに気づいてくれれば、うん、いや、半歩、うん、通りじゃないよ、半歩通りがもっとやばいよっていうのが、うん、より分かるんだろうと思うんですよね。うん、もう私もね、それですごく思ったことがあるんですけど、あの第一原発のあ福島第一の1号炉か、ペデスタルがもう全部腐食、うん、しちゃって、コンクリートがなくなって、はい 鉄骨も腐食して、それで支えられている状態だというのを、ある、うん、あの建築の専門家が写真から見てあの警告を発しててあの、今度地震が来たら、あのその上の,あのデブリが溶け落ちて、まだ残ってるあの、中にも残ってる炉が倒れるんじゃないかっていう心配をしてるわけですよね。うん、だから、そういう危険な状態だったら、 やっぱりその今の中,中間貯蔵施設ですね双葉と大熊にまたがる、うん、あの広大な地域っていうのは、はいうん、バッファーの地域として残しておく必要あると思うんですよね。そうですねだからもっと場合によってはもっと距離を置かないとだめだと思うんですけれどもそこにああいうものをあの何て言うのかな節操もなく。 あの現場に行くとよく分かるんだけどもよくこんなあのところにこんなものを建てたなというそういうあのことが何を言れ何をたんだけど <laughs> よく分かるとよく感じるんですけどね和田さん先ほど、はい、件で。 取れたやつこれちょっと、これ研修学会で去年使ったやつなんですけど、これがハンホードなんですよね。で、こっち側が F1 です。これ同じ20キロ圏の絵なんですよ、これが。あ<ー>左も。で、えっ、ー、と、えっ、ー、と、材料ある方はここら辺ですよね、ハンホードはね。あ<ー>で、これが原発のある処理施設があったところですよ。 で、これは国立公園今に今なって、とうとうってうとこですよね。で、これ川があって言っていで、原発、F1 はこれですよ。ここが今のところですで、ここら辺でも、市街地開発が始まってるけでしょ。<laughs> <laughs> こんなね、誰が考えたって、こんな愚かなことは、も、ま、う、あ、これも同じです。これ同じスケールなんですけど、うん。 だから常識から考えても考えられ、あの考えられなくてで、逆に言えば、こういうところに行く人は、何頭のいい研究者は行かないと思いますよ。間違いなく。今言ってる連中だって本当に行って、そこに常駐してるつもりがあるのかっていうのは、ちょっとクエスチョンだっていう感じはしますけどね。 だから作っておしまいとか、まあ、まあ僕ら建築系だけども、作っておしまいみたいな土建屋さんが非常に多い色っていうのと、まああとは、例の東日本大学が、まあどの程度まで、うん、んてちょっと疑問ではありますけど、あと福島大学も今日福島大学全然いるかどうかわかんないけど、福島大学もちょっとやっぱ中途半端なんだよね。ずっと僕、あの、かかってはいるけども、 なかなか厳しい状況を、やっぱ、あの、えー、理解することを促進するようにしてなくて、あんまり言っちゃうとあれだけども、福島大学のある研究者の研究室が、長泥のところに、国が整備した、あの、キャンプ場みたいなのがあるんですよね。集会場の横に、バーベキューができる。で、そこに学生と一緒にバーベキューしに行きますから、<laughs> 皆さん、いませんかみたいな。 で、それが飯舘村の後方に載ってるんですよ。で、アホかっていう感じだね。で、飯舘村の、あの、職員にそれ言うと、あ、そんなことがあ,あるんですか、みたいな感じで。ですから、ね、ちょっとね、変にこう、なんか支援しましょう、支援しましょう、あの、福島のためにっていうことを、まあ、善意で捉えるのもいい,い,いけども、一方で、それの持つ危険性等々っていうのと、 あとまあ僕最近ちょっと水俣問題もまだかかり始めちゃったんだけどマタま,まだ終わってなくてで要は原発で言えば低線量被曝に近い低有機水銀、うんまあ、被爆みたいのがあるわけですよねでそれはまだまだ残ってるわけですよそれで裁判とかいろんなになっててで,で国の基準が非常に乱暴な基準になってて52年、えー、の基準を今 ひっくり返せって話をずっとやってはいるわけですけど、この福島の原発事故の放射能汚染の低被曝に関しても、やっぱ今後ずっと健康被害も含めて引きずっていくと思うんですよね。で、水俣で言うと、白らぬ湾が汚染は今でもされてますよね。で、それと同じようなことが、福島で言うと山が汚染されたまま除染はできないままにいますから、中間貯蔵以上に汚染されてるわけですから、 で、そのふもとで暮らしてるわけですから、そっちの怖さっていうのはまたすごいなというふうに思っているところです。ちょっと、だいぶ喋りすぎちゃいました。すいません。はい。はい。あ、今のお話に何かありますか和田さんとか青木さんは。あと、他の方でも構いません。私は大丈夫です。よろしいですか、はい、はい。じゃあ、ちょっと、あの、私の方で、 えとえー、今、糸永先生のお話のあったあの山林部の汚染でそこに人が住んでいるわけですね、そこの,あの,あの内部被曝がどうなっているかというのを尿検査でここ2年ぐらいかけてやっていって、実は今度の17日に報告するんですけれども、はい、ちょっとそのデータだけ。 お見せしますね。はい。ちょっと、えー、っと、どこ入れたっけな <laughs> 自分で入れたところがかな,なかなか、あの、飯い村民ソン口説いて、まだ準備ができてなくて、申し訳ないな,ないなと思ってはいるんですけど。どうお待ちください。どこ入れちゃったっけじどここ入れゃかああの あのー、南相馬と伊達市と。はいはいはい。えー、そうなんですけど、ちょっと、ちょっと待ってください。どこ入れちゃったっけっその間に、じゃあ来てる質問で来て、はい。えっ、ー、としあ、震災以降ですね、に力を入れていた早稲田大学の松岡俊二教授の一派はどんな位置づけになるのでしょうか。奈良晴れ未来学園とも結びついているようで、 数ある大学生、高校生、動員勢力の一つであるのでしょうけれど。というのが来てますけど、これ和田さんいかがでしょうかはい、えー、ちょっと、いいね、ちょっと、返信を書いて、なので、えーっと、何でしょうっけ。えっと、ちゃんとの方に来ている、<な>はい。松岡先生。一回はい。位置づけ、位置づけっていうの、ちょっとわかんないんですけれども、あ,あの、あれですよね。 あの、一 F 配論先研究会ということで、かなり熱心に、あの副校長、復興庁ほか、えー、いろいろ女性を企業からも、あの、もらいながら、あの、熱心に地域の住民とか、それから研究者と、対話の場を開いておられると思うんですけれども、あの、最初からその震災以降ということを目標に掲げている、あの、えー、研究会ですから、 まあ、国の、あの、目標とは重なるわけですよね。えーと、どうもはで見られなくなってます、あ、ま、そうですよね。その、だから、その地域住民の、まあ、合意形成を、あの、図るような、あの、ことを、まあ、やってると思うんですけれども、あの、掲げているのは、その、震災以降ということです。 瀬川、ねはい、さん、それでよろしいでしょうか、今、震災以降は国の目標とおっしゃったんですけど、うんはい、なんか私はその松、まあ、岡教授のところで、なんか初めて震災以降っていうのを聞いた気がするんですけど、はい、あれ、復興庁の人とかだいぶ入っているから、もともとは国の方が言い出したんですか、震災以降。いや どうでしょうそれは分からないです。どっちが言い出したのかっていうのは分からないですけど、復興庁の人も入ってるんですか入って、なんか喋らせてましたね。まあ、そうなんですか。まあ、それは、ちょっと、ちょっと追っかけられてないんですけれども、あ,<と>あのー、電力中央研究所の人とか入ってますよね。ジョさんとかね。はい。なんだっけはい。関係の一番中心でやってい,いたいる <laughs> あの、なんだっでしたかなり広く。 そうですね。ええ。あと、あの、浅野年子さんもこの間呼ばれて、あの、発表したりとか、うん、いろんな方を、あの、その、その都度の,の,の会、会合で、あの、呼んで、発表をの場を与えたりとかしてるんですよね。あの、安藤涼子さんとかもね、この間発表されてましたけれども。あそうなんですか。はい。あの、広島の原爆ドームが世界遺産だから、あそうですね、そうですね。 世界遺産を目指せとか言って、広島の人も呼んだりしていて、あとなんか、青木さんが神戸のことを気にしてましたけど、神戸のその復興の人とかも、なんか来てたような。うあれですよね。神戸の人は、あの、伝承館とかにもいるのかなちょっと私はちょっと把握してないですけれども。神戸のことは林守さんが詳しいと思いますけど。 なんか、あれですよね。あの、松岡先生がおっしゃってる、その震災以降っていうのは、その、まあ、原爆ドームと同じように、その、1F を、なんか、こう、多くの人が訪れて、こう、えー、まあ、リスペクトする <laughs>、あの、以降、バス、場にするんだ、というようなことをおっしゃってたと思いますけれども。 えっと、出ましたね、はい。ありがとうございました。じゃあ、すいません、えー、と青木さんの方お願いします先ほど、あのあの糸永先生からあったあの森林とその周辺の汚染地域で人が住んでるわけですね、どんどんあの解除されて、今、帰還困難区域もあの一部、えー、なんでしたっけ、復興拠点として、どんどん。はい 期間解除されてるわけですけれどもね。こ,これは、えっ、ー、と、去年から、去年の3月か4月ぐらいから、今年の6月ぐらいまで非常に長時間かかって調べた図なんですけれども、横軸がですね、ハウスダストなんですよ。掃除機のほこり。はいはい。掃除機の、あの、 紙パックからゴミを取り出して、それをそのまま測るんですね。で、対数軸になってます。で、縦軸はですね、その、その人、その、あの、あ被験者の方の24時間の尿を集めて、それからセシウムがどのくらい出てくるかというのをプロットしたの,のがこれなんです。そうするといろんなことが分かって、 やっぱり南相馬の20ミリ裁判、20ミリシーブレットで基準撤回裁判をやった人たちのところの家っていうのは、うん、ハウスダストでいうと、1000とか1万とか、これ、2>, うん、2万ぐらいあるわけですよね。すごい高い、い特別にあの事故後、何にも掃除してなかったところの、うん、埃りを取ったわけではないんですね。 普通にそこに住んでる人たちの居室の掃除機のゴミなんです。うんうん、でしかもそ,それと尿中のセシウム濃度を、うん、24時間のセシウム排泄量を測るとですね、非常にこうあの関係が相関関係というかね、が見えてくると。で、次に高いのが伊達市のホババラ町ってここなんですね。 オラでもあんまり森林が近くにはないということと、もう一つね、あのーえー、このデータって、実はあのー、波江とかあの双葉とか大まで最近帰還した人のデータも取りたかったんですけども、言いたてもそうなんですけど、はいはい、そういう人はほとんどもう放射能のことなんか気にしてない。 だからこの人たちっていうのはあの非常にあのどっちかというとあの意識の高い人なんですよ。うんうん、それで私たちが測ったのはそのハウスダストとあのこのおしっこの差し入れだけじゃなくてその人が普段食べてる米を測ったんですね。はいはい、でそれがこれなんです。そうすると、うん ほとんど府県室なんどなですよはい、はい、でこの南相馬の人なんかは全員米はあの自分の田んぼではできないからスーパーで買ってきてるわけです。まあそうですねでこうほとんど不見室。でこれは岩手とかあの、えー、大崎とか伊達市とかでも出てもこの程度なんですね。で ということは何かっていうと、これ、この,あの人たち実際計算あのできるんですけど、これを毎日、あのえー、私は茶碗3杯食べてますとか、2杯食べてますっていうようなことから、あのこれを割り引いてもですね、大してえ影響ないんです。ということは何かというと、うね、これあの、土、土ぼこりっていうか、か これは土といえばね、多分ね、まあ僕に、ね、僕こ井立で測ってると、あの、除染したところの家もですね、山からの落ち葉が相当たまるとそこが高いんですよ。でも、<ー>僕らも測ってるんですけど、ですから多分土というよりかはその落ち葉がこう、劣化してきて、まあ土というよりかその有機物で粉になったやつを吸い込んじゃうとか。ああ、そうですね。いずれにしても呼吸で、 呼吸で、ね、取り込んでると、食べ物で取り込んでるとは、の<え>ではないです、ね。いやいや、もちろん呼吸だと思いますよ。ね、でもし青木さん、可能だったらなんか、ここに空間占領率とクロスしていただけると。ああそうですね。おそらく、ね、空間占領率だと、あ、見えるかなでも空間占領率だと、体数でこうグワーッと上がるようなものではないと思うんですね。で、これ、うん、右軸、横軸。 右軸はですね、あのー、これどこだっけな、あのー、研究論文があって、この24時間のセシウムの量と体内のセシウム量の関係を調べた論文が4つぐらいあるんですね。で大体これの164倍ぐらいとか、167倍とか、だいたいその4つの論文って、そうまあまあ、だいあのー。 同じようなレベルなんですけどそれを描いたんですけどもそうするとですね呼吸をしてるだけで体内に1 4 6 1 5 0ベクレルぐらい溜まっちゃうというようなことが、うん、あの分かってきたんですねで一方であのもう100ベクレルぐらい体内に蓄積していると血小板数が減って赤血球白血球とか血小板の数が減るとかね それからあの、染色体以上の発生頻度が増えるとかね、それから、あと、呼吸器、えー、慢性の呼吸器疾患のある検査指標値があるんですけど、それが悪くなるとか、それから膀胱がんの発生比率が増えるとか、そういう論文も、それは別にあるんですね、体内の摂取ム量と比較して。で、それって大体このくらいなんですよ。うん このくらい。で、それは、あの、データとしてあるのはこのくらいで、基本的には、あの、敷地はないわけだから、低くても、あの、それなりに頻度としては出てくるということなんですけど、だから、息をしてるだけでね、そういう、汚染の高いところに住んでいると、あの、まあ、そういう内部被曝をしてるんだということが、あの、 データで分かって、実はこれ、高木基金の女性、えー、22年度の助成金の成果で <laughs>、17日に発表するんですけれども、<あ>もう報告書は出しましたので、その <laughs> データは公開して構わないと思うんですけれども、そんなことが分かったということで、うん。なかなか貴重なあれで、ちょっと今度11月に飯舘村で新婦やるので、ええあの、使わせてもらえば。 ちょっと刺激的になるかもしれないんですけど。ね、ここで、これここに暮らしてる人たちは、これ見えないから、空間占領率でどのくらいっていうのがあの指標としてあると、なるほどパーティはこうなのかっていう。今、だいたい高いところでも、えー、と室内で 0. 0.、0.5とか、だいたい0.2とか0.3ぐらいなんですよね。うんうん、ですから、ちょっとその感覚と、 まあ、あとは、これ、ちゃんとマスクしてるとかっていう、マスクでどの程度、PM2.5 引けるのか分かんないけど、うん、ちょっとそこら辺のことも含めて、暮らしてる人たちは対策が一方で必要になるので、そこをちょっと絡めて、あの、ちょっと僕、すいません。あの、家庭の事情でここで今退出しちゃいますので、はい、はい。また、相談させてください。あはい。わかりました。はい。はい まあそんなことでですね、決してあの、えー、期間解除で線量が下がったから安全だっていうのは嘘だということですよね。で、しかも意識が高い人でそうですから気にしない人は春になれば山菜を食べるし秋には山のキノコを食べるというのは当たり前のような生活になっているからもっともっと高い人がいるはずなんです。でもそういう人は あの検査を受けないんですよね。だから、しかも検査を行っていないんです、どこでもね。もう、あの非常に日本の場合あの、ホールボディカウンターの検出加減が250ベクレルパーボディーという高いレベルに設定してるから、さっきの状況なんていうのは全く見えなくて。 えー、事故後2、3年経ったら内部被爆なくなりましたって論文が出てるくらいですから、あの測ってかか隠されてると。そして、そういうあの期間を進められてるということも一方であるということですよね。で、それがね、あの決して、あのーえー、イノベーションコース構想でやられてるようなところの あの常磐道っていう高速道路が通ってますがそこのあののり面の土壌な汚染なんかを測ると結構高いんですねだからそういうそういうことがありながら一方であのああいう箱物を作って 巨大開発をやってるという異常さもあると思うんですね。ありがとうございました。えっ、ー、と今9時半をちょっと回ったところです。えっ、ー、とそろそろあのお開きにしないといけない時間かなと思うんですけれども、なんか皆さんの方で他にあのぜひ聞いてみたいとかありましたらお願いいたします。大丈夫でしょうか。 えっと、感想の方を、あの、いくつかいただいてます。あの、和田さんの話に対して、まさに、ショックドクトリンのオンパレードですね、ということで。はい、あの、その気分が悪くな、あの、えー、世界最先端技術で研究といって、軍事技術として一体化して、えー、実験も行い、優秀な若者までかモにしているのに気分が悪くなったと。そんな感想もいただいています。よろしいでしょうか なんか、和田さんの方から最後に何かありますか和田さん。あれなってましたね。ごめんなさい。<laughs> えっと、えっ、ー、と、ちょっと全部答えきれなくて、あの、申し訳ないんですけれども、えっ、ー、と、どうでしようかな。対策地域内廃棄物の、この100ベクルっていうのがですね、あの、法律上っていうか、あの、結局、あの、 すごく曖昧にしか書かれてないんですよね。この、えー、要するに、あの、参拝業者に発注するときに、えー、8000ベクレル以下を、8000ベクレル以下だということを確認しなさいとか、その濃度が一切書いてなくて、あの、業者さんが通常引き取りを行っている濃度かどうかを確認してくださいっていうことしか書い,書いてないんですよね。 だから業者側の方で、ま、設定した自習基準っていうのがもしあれば、まあそれに合致しているかどうかというのを確認しなさいと、えー。で、確認、あの、その上で、あの、それと合致していなければ、まあ環境省の方に、えー、相談してくださいと。えー、そこでまあ協議をしますっていうことなんですけれども、環境省に聞いたところ、えー、まあ協議の結果ですね、あのー、要するに8000ベクレルを上回ってたらどうするんですかっていう、 えー、聞、きましたところ、あの、それはあくまでも、あの、まあ、再生処理をするということが、まあ、あの、目標なので、えー、そ、その、そのためにどうするかと、あの、いうふうに、まあ、協議をすると。えっ、ー、と、つまりですね、あの、薄めて処理をしなさいという指導をするということだと思うんですね。<laughs> はい。えー、不念物はそういうふうに扱われているということです。 はい、あすみません、セガさんから質問来てたんですね、うん、失礼いたしました。あとセガさんのほから、もう一つ、青木さんの先ほどの,あのグラフですね、右の縦軸は300ベクレル以下だから、えー、坪倉隼のホールボディカウンターなら検出加減以下ですねということで、うん、まさにそのとおりなんです。そういうことですよね。だからあの、隠されてるんですよね。はい <で>はい、しかもよく調べるとそれ,それ以下でもちゃんと健康影響が出るという論文があるんですよね。うん、はい尿検査がもう少しですねあの検体が集まるといいなと畜人社で思っておりますので、はい、ぜひ何かそういうあのこ特にだから本当の,あの予定ではあの大熊、双葉、えー、浪江 それから言いたて、そういうところで普通に生活している人の、あのー、検体を集めたかったんだけど、いろんなことをやったんだけど、なかなか集まらないんですね。すということで、はいえー、ずっと引き続きテーマでやっていきたいと思ってますので、何かあのいいアドバイスなり、つてを紹介していただけるなりっていうことがあるとあり、ありがたいです。はい 糸永、まあ、さんが、あとね、また、えー、とうとすい出せれという話がありましたんで、そこでまた関心持ってくださる方がいいなと、いらっしゃるといいなと思いました。はい、はい。あと、あの、除染作業者の尿検査も必要ですねという、ご意見をいただいています。すね、はい、その通りだと思います。はい、はい。それでは、えっ、ー、と、9時40分になりましたので、この辺で終わりにさせていただきたいと思います。 え長時間にわたり本当にありがとうございました。和田さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。たあした今日ありがとうございました。資料の公開の予定とかありますかあえっ、ー、とですね、今日のレコードをしたあのビデオと、 それから資料に関しては、はい、えー、竹林社のウェブサイトにアップして、皆さんにお知らせしますので。はい、ありがとうございます。はい。あの、神戸の復興との関わりなんかもね、やっぱだいぶ違いますよね。あの頃はバブル崩壊の後始末とかさらってましたけど、今回はなんか少子高齢化対策で自治体が競争させられてる中で、なんか起こってて、ねあ<ー>ね、うん、なんか、太り たら、本当にやけ太りですよね。<laughs> 本当にそうですね。ねえ、まあ、それに、まあ、がってるんですね。復興予算も巨大だし。いやー、ちょっと考えさせられました。改めて。ありがとうございます。はい。いまたお願いします。ありがとうございました。あ、そう、よかったら、チャットも保存しておいてもらえれば、ありがたい。うん、すみません。私、アイフォンなんです。すみません。チャット。と。うんどう 保存できるんですね。す私はやったことないね。私もチャットの保存ってよくやるんですけど、その後どうやって見るのかよくわかってないんですけど、ね。チャットの保存ってどうやるのか。ね、あのほ、はい。ホストの方では、あのファイル、えっと、チャットファイルと録画ファイル、録音ファイルが残る,残ると思いますんで。確か<あ><の> ありますね。あの、三つぽちのところに詳細っていう三つぽちを。あ、本当だ。三つぽちを押すとチャットの保存で保存って書いてありますね。はい。どこ三つぽちって。一番下の、あの、顔のマークとかありますよね。一番下の、チャットの一番下。はい。その顔のマークの横の三つぽちの一つを押すと、チャットを保存って出てくる。顔のマークリアクションうん、そう。<が>その隣に三つ、三つぽ。一番右です。 一番目。チャットのボックスを開いてから。はい、チャットのボックスを開いてか。ら開いてから。ああ。一番<ー>下,下に。左下にこう。はい,はい。はい。ああ、あったあったあった。ええー、と。ちょっと保存。参加者の。あ、そうか。こういうふうにやるんだ。 ミーティンググループチャット、ミーティンググループチャットおよび任意の人物との直接、ミーティンググループチャットを保存すればいいんだな。なるほど。多分ホストだといろいろ出てくる。はい、ホストじゃないと、はい、ただチャットを保存しか出てこない。はい。わかりました、うんまあ。チャットも保存されました、うん、になりましたね。うん、はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。富山大学の震災復興学って授業があるんですけど、 それでビデオを学生に見てから講義に参加してもらうようにしましょうかね。本当に <laughs> 大事な機会だと思います。ね,ね <laughs> 復興ってみんないい言葉だと思ってるんですよね。ポジティブワードなんですよね。だから復興ってつけばみんないいことになっちゃうんですよね。なるほど。マジックワードなんですよ。そう。誰のため、なるための復興なのかってことが <laughs> <う>抜かれてしまってね。そういうことですね。 いやありがとうございました。またお願いします。いましはい、ありがとうございました。はい。ありがとうございました。失礼します。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様になりがとうございました。今日のあの、糸永先生の自治体の長のがどうしたらああいうものにね、抵抗できないのかとか、ちょっとその辺が私的には気になりましたけど、住民とか。 戻ってこない人は戻ってこないけど。そうですね。だからあのー、やっぱり自治体の長になると、何をやるにしてもお金が必要なんですよね。うん、それで結局それは。そういうあのー、環境省や経産省の。あのー、お金にすがるざるを得ないという。 まあ確かにねあの状況で何かなな何ができるかって言ったらできないですもんね。そうなんですよ。私もこの前行って、うん、つくづくそう思ったんですけれども大熊町でいろいろやってるんだけど周りは誰も帰ってきてないわけですよ。うん、で周りに見えるのは豊かな自然なんですけどそこは全部汚染されてるわけですよね。うん で住民は帰ってこないわけですよ。そこに箱物みたいなバーンバーンといくら作ったってそ,それがとてもあの何て言うのかな発展につながるとは思えないんだけど、うん、だ非常にむなしい感覚を覚えましたけどね。そ,それで町の案内してくれた町の,あの職員の方にねいろいろやったのの 政策を打ち出して例えば子育て支援であの <laughs> 幼稚園からあの高校まで一体型の,あの学校だとかね、ええ、教育費無料だとかやってるんであの帰ってくる人いますかっていうとあ「いますよ」って言って何かごまかすんですよね、うん、ちゃんと正直に答えてくれない。うん 要するに、見れば分かるわけですよ。誰も帰ってきてないんですよ。そうですね。だからもう最初のスタートが間違ったってことですよね。まあ、自治体にとってみれば。だから、あの、まあ、できなかったのかもしれないけど、まとまってみんなでどっかにそう。そうです。で私もそう思いますそ、うん。そこで自治体として、別の場所で自治体としてスタートするんだったらたっ、ね、そう、そう。だから、やっぱりあのー、あの人、えー、っと、埼玉県の あそこへみんなで。あそこ来た、はい。はい。えー、名前が出た。井戸川さん。え井戸川さん。井戸川さん。井戸川さんのあの最初の対応は非常に正解だったと思うんですけれども、結局その次の年に潰されちゃいましたからね。うん井戸川さんはずっとあの高校の えー、あそこの高校に寝泊まりして、うん、あのー、何年かな、2年ぐらいずっと暮らしてたって言いますからね。うん、でもそれは日本の政策の問題ですよね。そうそうそう。やっぱり自治体だけではダメだった。できないですよね。できない、潰されてしまった。まあだから自治体に力があれば、自治体が国に別の場所用意しろっていう。そうそうそう。 バラバラにならずにね、ねコミュニティを残しながらね。うん、で、一方で過疎になって消滅する村なんていうのが問題になってるわけじゃないですか。そう。だからその時そういう話ってあったんですよね。あの過疎になっているところにまとまってっていうことができないのかって話はあったとは思うんだけど、まあ。うん、そこに価値観を見出す政治家や、うん、あの学者や、 がいないっていうか、いるのかもしれないけど、圧倒的に力が弱いんでしょうね。そうですね。あれ、糸永さんたちのは出してなかったんでしたっけあの飯舘村に関わってた、あの日大のグループというか、その辺も聞いてみたいですけどね、確か出しうん集団的な移住ですかそう、集団的な移住。 言い立てでは最初からそんなふうにあの村長は考えてなかったんですかね。うん、そう、そうだと思いますね。うん、聞いたことはないな。糸永さんは出してた,出したんですよね、すぐ。確か出してましたよね。そうなんか。んか私もなんか見た覚えがあるんですよね、<laughs> そういう案を。地域居住の案っていうか。うん。全然取り上げられなくて。うん、ただ、あの、前の村長、菅野さん。菅野さん。うん。まあうん 一応ゆ日域居住って言ったんだけど、何<ー>て言うか、何て言うんだろうな、形式的っていうか、ん<ー>実質が伴ってないというか、ん<ー>日域って一番は制度が問題なので、ん<ー>ほら、今選挙権とか、住民票とかはどういう扱いになるのかっていう。<ー> <laughs> そこには触れなかった。そういうのは本当は思い切って国がやんなきゃダメなんですよね。あの、特別とかこ、ね、だけど、村の方からも要求しなければ。まあ確かに。わかないのに。そうですねあの。言われなくたって日域教授になってるよって話なんですよ。いかでも。<laughs> <laughs> あの避難して。うん、だけど、元のうちにいろいろ通っていろいろやんなきゃならないから。うーん。だからそれ、そのままかれちゃったんですよね。ねえ。 で今の村長も、ちょっといいことをやろうとして、その,の農業をやる人が避難先で農業できるようにというふうにするのを認めろと。国、うんうん、は認めないって言ったんですよね、その。うん、農業っていうのはその土地に従属するもんだから、うんうん、他の農業やる、ところでやる農業の面倒までは見ないって言われたんだけど、そ,それをとあの、なんとか出せって、 通したんですよ、今の杉,杉岡村長は。ああ、そうなんです。だけど、うん、彼の意図は、うん、そうやって農業を続ける人を率先して帰還させるっていうのが意図,なん意図だったので。<laughs> ああ、でもそれはしょ、遠い将来いてことじゃなくて、二代目、三代,代目じゃなくて <laughs>。だから、結局ほら、農業できなくなっちゃった人は、<ー>もう戻らないじゃないですか。戻ったって農業やらないんだから。<ー>だけど、そうやって、他で農業やった人は、 その意図通り率先して戻ってるんですうんでも戻ってない人もいるんだな。<laughs> うん、でもそれもね、微妙ですね、そうなってくると。そうなんですよ。微妙なんですね。<laughs> はい。いや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 、本当に。はい。あもう、きりがないのでまし、はい、なりますね。はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい。じゃあ、退出します。はい。皆さん、ありがとうございました。終わります。